またしんち。でね、そのまま頭からズボッと。うわ、痛そう。そう思うでしょ。でもどっちかって。あら、ここ新しいお店になったんだ。本当だ。オープンセールだって。入ってみましょうよ。水島さん、若い。これ結構好きかも。可愛いですよね。ねえ、ここ若い子向けのお店なんじゃない？あのズボン、栗拾いに行くときいいかも。栗拾い？そちらのワンピ、ぜひご試着してみてください。いえ、見てただけなのよ。これ私には若すぎでしょう。そんなことありませんよ。え、お客様可愛らしいから絶対似合うと思います。可愛いも何も私もう45だし全然見えない。お客様は45には見えません。マジで言ってるの？もっと言ってもっと。どうこれ、私には若すぎる？そんなことありませんよ、よくお似合いです。みんなにそういうのね。そう？大丈夫？若い？いや、若いっていうか、どんな若い服でもお客様なら勝てるっていうか。そっか、じゃあこれの XL ある？全然締まらないの。そちらが XL サイズになります。これだ。いやね、今の子ってみんな細いから。水島さんは気に入ったのなかった？やっぱ若い子向けの店よね。あたしんち。いらっしゃいませ。クーポンもらって。ありがとうございます。ではこちらのカルテにご記入ください。なんだか若い子ばっかり。長さをあまり変えないならこんな感じとか、もしくはこんな感じとか、どうですか？カタログも若い子ばっか。水島さん、立花さん、もしかして水島さんもクーポン？でもここ若い子のお店みたいね。これ20代の雑誌だわ。全部若い子向け。もうちょっと渡す雑誌を選んでほしいな。普段そういうアレンジされるんすか？いや、もうこういうのは若い子なら似合うけども。何言ってんすか。お客様だってお若いじゃないですか。若くないわよ、私もう45よ。マジっすか？全然見えませんよ。全然見えないっす。何があっても45には見えないっす。マジで言ってるの？もっと言ってもっと。前髪も揃えて切ってください。はい。前髪揃える？え、私んち。やっぱり若い子のお店だったわね。そうね。じゃ、またね。またね。
なんか今日いつもと違うわね。このワンピ、この間のお店で買っちゃったの。いいじゃない。たまにはイメージチェンジと思って。いいわね、私も水嶋さんみたいに。若作りしないとダメよね。え、今なんて。若作りしないと私たちどんどん老けてっちゃうもんね。目が覚めたわ。確かに若作りよね。そんなつもりで言ったんじゃないのよ。ほら水嶋さんはあれよ、若さを作るっていうか作り出してるっていうか。若いと言われて血迷ってました。そんなことないわよ。いいのよもう。水嶋さんどっから見ても30代よ。ちょっといいって。もう私は本当40代には見えないから。でもいいって。確かに若く見える。謙虚な人だ。でもやっぱり若く見られる方がいいわよ。私だったら嬉しくってフィーバーしちゃうわ。フィーバー。フィーバーは古いな。あの二人一体いくつなんだ。フィーバー。あたしんち、あたしんち。行ってくる。行ってきます。お父さんお先。うん、やべ、行ってきます。さてさてと。たくん、お父さんは脱いだら脱ぎっぱなしで、ゆずも、みかんは、なんで窓開けっぱなしで。自分のお尻は自分でね。私なんか家族の尻拭いばっかりさせられてる気がする。あ、うちもよ。旦那も子供も脱いだら脱ぎっぱなし、食べたら食べっぱなし、生まれたら生まれっぱなし。え赤ちゃんじゃないんだからね。まあでも立花さんとこ上のみかんちゃんは女の子だから少しはいいんじゃない。うちの子何もやらない。本当はそれじゃダメよね。今からでもビシッとしつけ直さなくっちゃ。そうそう、しつけ。自分のお尻は自分で拭く。しつけてしつけて。しつけーなって言われるくらいしつけないと。そうそう、しつけーな。似てる。私んち。水嶋さんは分かっているわね。うちも厳しく行こう。今日からは自分のお尻は自分で拭く運動よ。ん？ちょっとゆうちゃん、今蛇口ちゃんと閉めなかったでしょう。蛇口、台所の。これまではそういうのお母さんが閉めてたけど、これから自分のお尻は自分で拭いてもらうから。お荷物です。はーい。ハンコハンコ。ゆうちゃん、蛇口ちゃんとね。これからは自分のお尻は自分で締めるのよ。お尻を締めるってなんだよ。お母さんこそやることなすこと尻抜けなんだよな、まったく。枕。うわっ！ただいまー。おかえり。あれ？あれ？お母さん保険証ってどこ？そういう大事なものは左の引き出しに決まってる。何その言い方。なかったから聞いてるのに。
お母さんにいちいち聞かないの。あるべきものはあるべき場所にきちんと入れてあるんだから。うちはそういう家風なんだから。そうだっけ？そうよ、大事なものはそこ、電池とかコロコロの替えはそこ、ガラクタはそこ、決まってるんだから。自分で場所を覚えて何とかしなさい。はい、ちゃんと見たけどな、おかしいな。やっぱりないよ保険証。ガラクタの引き出しに入れちゃってんじゃないの？あ、保険証引き出しの奥に詰まってたじゃん。ああ、探してた写真もぐちゃぐちゃに折れて、なんかこの引き出しピシッと閉まらないと思ってたんだよ。お母さんはまったく。私んち。お父さん。え？また靴下脱ぎっぱなし。これからは家族みんな自分のお尻は自分で拭きましょう。自分で脱いだ靴下は自分で洗濯機に入れてちょうだい。うん。え？ハンコだ。手が汚れたわ。そんなところだな。ハンコはここだろ。お、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 お。あたしんち。はい、ちょっとみんな。この爪切り出しっぱなしは誰？ごめん、私だ。さっきしまい忘れた。自分のお尻は自分で拭くよ。はい。ねえ、ここスッと閉まるようになったの知ってる？うん、そう。保険証とか後ろに詰まっててさ、取り出したらスッと閉まるようになったんだ。それお母さん？わかんないけど多分な。いや、俺も結構お母さんの尻拭い多いからさ、開けっぱなしの冷蔵庫閉めたり、出しっぱなしのハンコ閉まったりか。そうそう、引き出しのごちゃごちゃを。そういう、そういう細かいことじゃなくてね、みんなで住んでる家なんだから、みんなで快適ないい家にしようっていう、なんかこう意識を高く持つみたいな、そういうことをお母さんは自分のお尻は自分で拭くという言葉で言ってたわけね。なんか煙焦げてない？え？うわー、おかずだー。なんだって。あー、やれやれ。なんとか今日食べる分救出できてよかったよ。まあ、あれよ。何？家族とはお尻を拭いたり拭かれたり。お、なぜお尻にこだわる？家族とはお尻を拭いたり拭かれたり。あたしんち。